県内は、明日明け方から昼前にかけ、局地的に雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。土砂災害に注意・警戒してください。気象台によりますと、九州北部地方には暖かく湿った空気が流れ込んでいるほか、上空およそ5500メートルには氷点下6度以下の寒気も流れ込み、 大気の状態が非常に不安定な状況が続く見込みですこのため県内では明日明け方から昼前にかけ局地的に雷を伴った激しい雨が降り落雷や竜巻などの激しい突風の恐れもあります予想される雨の量はいずれも多いところで1時間に30ミリ明日午後6時までの24時間では100ミリとなっています 大雨警報を発表する可能性もあり、気象台は土砂災害に注意・警戒を、低い土地の浸水や河川の増水などに注意を呼びかけています。また、今週末も梅雨前線の活動が活発になり、降水量が多くなる見込みで、警報レベルの大雨になる可能性もあるということです。